例えば仮にですね TPP に交渉を参加しようとしたときにはまさにその新規に入ろうとする国のいわゆる真剣味というものが問われると思います。各国の同意が必要でありますから、したがって交渉参加をするとするならばですよ、それは当然基本的には国策を国益を最大限に守るために交渉に入っていくという決意を持っていくということだと思います。ただその上でさっき古川大臣がおっしゃった通り、守るべきものがあってそれが損なわれるようなことがある場合にはそれはいろんな可能性が出てくるということは一般論ではもちろんあるというふうに思います。伊藤君、事実上不可能な一般論、そして建前論で私はごまかすべきではないとこのように指摘をさせていただきます。それではパネル3を出してください。これは農家1戸当たり